はい、こんにちは、今日はインスタグラムフォロワー様からメッセージでご質問いただいております。ご質問は、私は自分の顔が左右非対称なのが悩みです。特に写真を撮ると左右差や顔の歪みが目立つのですが、目の開き、二重の幅、形、鼻の曲がり、輪郭などの左右差が気になります。こういったものはどのような整形をすることになりますか？ご回答よろしくお願いいたします、っていうご質問ですね。まあ、最近ね、こういう、顔面の左右非対称の悩みっていうのがすごく多いんですね。まあ、昔でもこういう悩みあったんですけど、特に最近、まあ、若い男女に多いですね。で、実際診察してみないとわからないんですけど、この質問者さんの顔がですね、本当に著しい、非対称がある、左右差とか歪みがあって、それによってバランスが悪くなってるんだったら、まあ、その人の顔は美容医学的には治療の適用はあるっていうことになりますよね。著しく顔面が歪んでる、顎変形症とかで顔が歪んでるとか、だったりとか、鼻が著しく曲がってるんだったら、まあ、なるべく対称にしたりとか、まっすぐにすることによって、バランスが良くなって、その人の顔はより美しくなる、まあ、魅力的になるっていうことになるんで、まあ、あとね、二重の幅のすごい左右差とか、小鼻の張り方の大きな左右差とかね、そういうものも適用になるんですけれど、まあ、できないこともあるんですけど、ある程度はできるっていうことが多いんですね。完璧対象にはならないんだけど、その時よりかは、まあ、治療を施すことによって対象になるっていうことがあるとなんですけれど、ただね、その人間の顔っていうのは必ず微妙な左右非対称があるんですよね。で、まあ、程度の差はあるんですけど、誰でも右の顔と左の顔って、まあ、結構全然違う顔をしてるんですよ。で、ほとんどの人はそれに気づかないんです。で、気づいたとしても気にしないで生きてるんですね。で、美容整形のカウンセリングに来る方っていうのは、どっちかっていうと、美容整形にいらっしゃらない方に比べるとですね、自分の顔の細かいところを気にする人が多いんですよ。まあ、そりゃそうですよね。自分の顔のね、細かいこととか気にならないとか、まあ、そもそも、まあ、そんなにイケメンじゃなかったり、そんなに可愛くなくても自分の顔そんなに気にしてないっていう人、まあ、そういう人自体はですね、美容整形にいらっしゃらないわけなので、まあ、そもそも、まあ、美容整形しようと、高いお金を払ってメスを入れるとか針を刺して顔の形を変えようっていう人はですね、まあ、比較的、自分の顔の細かいところを気にする人になるわけなんですよ。はい、となるとですね、その実際に自分の顔面の左右非対称を気にして美容整形のカウンセリングにいらっしゃる方、本当にさっき話した著しい左右非対称があって本当に治療の対象になるっていう方も、いらっしゃるんですけれど、まあ、結構ですね、多くの人はですね、もう普通の人がパッと見て全然気づかないし、まあ、気づいたとしても気にならないぐらいの微妙な左右非対称を本人は気になる気になるっておっしゃる方がね、まあ、結構多いんですよ。特に最近の若い男女はそうなんですね。まあ、なので、そういう方がいらっしゃる場合はですね、僕カウンセリングで、いや、確かに微妙な左右非対称ありますよと、まあ、僕プロなので僕が見れば分かりますよ、だけどあなたの顔を見ている周りの普通の人間はあなたの顔のこの微妙なね、あなたが気にしている非対称は気づかないですよと、うん、で、もう全然気にしてないんですよ。なので、あなたは気づかない、気にしなくていいことを気にしてて、それによって余分にストレスをためているだけなんですよ。だから人生損してるんですよ。だからこれ気にしなくていいんですよって、あなたの顔を見てる人でこれおかしいなって思ってる人誰もいないんです。あなただけが悩んでるだけなんですよって、気にしなくていいんですよとで教えてあげるんですよね。で、そうするとですね、まあそこそこ多くの人はですね、ああ、三木谷先生にそう言っていただけるんだったらそれが本当だと思います、ありがとうございました、もう気にしないで生きていきますって言うんですよね。だけど一定数の人はですね、まあ、僕がこれだけですね、もう本心でもうお金いらないからあなたのことを持って説明してるんだよって言ってるのに、全然信じなくて、こんなに非対称なんですけど、私のことバカにしてますとか、私は整形したくて来たのになんでそういう態度取るんですかって、まあ不機嫌になったりとか、
怒ったりする方もいらっしゃるんですね。まあ、やっぱり自分の顔にコンプレックスを持っている方ってやっぱり一部の方はですね、精神状態が病んでることがあるんです。なので僕がその人のことを思って、もう心の底からですね、もう本当に気にする必要ないですよってですね、僕お金いらないからって、気にしないで整形する必要ないですよ、適用ないですよって言ってもですね、やっぱり一部の方はすごいそれで不機嫌になったり怒ったりとかするわけなんですよね。まあそれはしょうがないかなっていうのはあるんで、僕はそれに対して全く気分害したりとかないんですけれど、こういう仕事をしてると一定数そういう方に遭遇するってことはあるので、で、まあ、特にね最近はね本当に細かい左右差を気にする方が多くて、それなんでかっていうと、やっぱり自分の顔をですね写真でよく撮るからなんですよ。まあ、最近はもうスマホの画面もですね高画質 で自撮りもできるし、他人に撮ってもらったりとか、まあ、インスタとかですね、いろんなフェイスブックとか SNS にも自分の顔を投稿したりとかするので、自分の顔の写真を見るっていう機会が一昔前と比べるとですねすごく多くなってるんですね。なので写真って一瞬を切り取ったものなので、より一層左右差っていうのは目立つんです。だから結構カウンセリングにいらっしゃる方って、写真撮ると私の顔が左右差がすごく目立つんですよって言うんですよね。で、確かにその写真を見ると、ああ目の開きとかね、左右差あるねと、で斜めから撮ってたりとか光の当たり方も違うし、表情を作ってるんで、例えばこういう顔をすればですね左右差目立つわけなんですけど、まあ、それ説明してあげてもですねなかなか理解できないっていう方がですねいらっしゃるんですよ、不思議なことに。でそういう方々はですね、人間の顔っていうのはもう左右対称じゃないといけないんだっていうふうに思い込んでる人が多いんですね。まあ、固定思考で固まってる人が多いんです。で確かに左右対称のものって、まあ、美しいっていう考え方あるんですけれど、ただね人間の顔に関してはですね、本当はですね人間の顔っていうのは微妙なわずかな非対称がある方が不完全感があって人間味があって魅力的に感じるんです。世の中のほとんどの人は左右非対称の顔をしていて、その左右非対称の顔が魅力的だって本能的に思ってるんです。で、ありえないんだけど、仮に顔面が完全な対称の人が生きていて目の前にいたらですね、逆に不気味に感じるんですよ。本当はそういう方っていないんですけど、例えばコンピューターで完璧な対象の顔を作ってですね、それ見るとなんか怖く感じるんですね。機械的に感じたりとか、感情がないように感じたりとかするんです。で、微妙なわずかな非対称があってこそ人間っていうのはですね、奥ゆかしさとか、感情が入ってる、不完全感があって魅力的だって思うんですよ。だけど微妙な非対称があるんだけど非対称だなっていうふうには思わないんですよね。よっぽど著しい左右差がある顔じゃなければ。なので、例えて言うとですね、例えばアニメのキャラって意外に非対称なキャラが多くて、まあ、有名なのはキティちゃんですよね。キティちゃんって片側にリボンがついてるんですよ。なので対称にするんだったら真ん中にリボンつけるとか、左右対称に2つのリボンつけるとかすべきなんだけど、やっぱりキティちゃんもですね非対称だからこそなんか不完全感が魅力的で愛らしく可愛く感じるんですよ。でマイメロだってそうですよね。マイメロって耳がですね片っぽ立ってて片っぽが曲がってたりとか、あとお鼻も片側だけについてて、まあ非対称なんですよね。だけどそれがまた可愛いわけですよ。愛らしくて不完全感があって、なのでまあ完璧な顔面、完璧な左右対称の顔面がもしあるとしても、微妙な本当にわずかな非対称のある顔の方が世の中の人間はそっちの、ね、非対称の顔の方を好むんですよ。なので著しい非対称じゃなければ微妙な非対称って全く悩む必要ないし、むしろそれメリットだし普通のことなんですね。だったら本当にバランスの悪い著しい非対称の顔と気にしなくてもいい魅力的なわずかな非対称、じゃあどこで線引きするかってなるとですね、まあ、それは普通の一般の方がですねパッと見て気にならない非対称だったら、それは
魅力的な微妙な非対称なんですよ。だけど、まあ、世の中ってすごい鋭い人もいれば鈍い人もいるわけであって、まあすごい鋭い人だったらほんのわずかな微妙な非対称でも気になる気になるって思う人はいるかもわかんないんで、まあ大体世の中のね普通の一般の方の、まあ、9割とか9割5分の人が気にならないような非対称だったら全く気にならな気にする必要ないんですよね。はい、ということなので、まあ、人間の顔はですね完璧な対象である必要はないわけです。なので完璧な対象じゃないといけないと、自分の顔微妙な非対称が気になるって思ってる人はですね、まあ、今日の僕のこの言葉を頭の中に入れると、まあ、悩まなくていいことを悩んでる人はですね、まあ、それによって悩む必要がなくなりますので、余分なストレスもなくなって、まあ、人生ね明るくハッピーに生きていけますんで、まあ、それを頭の中に入れていただくといいと思います。だけどですね、僕その一つ悩みがあって、こういうことを YouTube で話すとですね、その整形をする気はないのにミキヤ先生のカウンセリング受けて自分の顔の非対称は気にするべきなのか気にしなくていいのかっていうのを知りたいですっていうだけで、あのカウンセリングの予約入れる方がですね増えちゃうとすごく経営的に厳しいんですよね。で、僕のカウンセリング受けた方はですね、1回でも受けた方はですね、分かると思うんですけど、僕は絶対に必要のない治療は進めないし、治療をご利用ししたりとかですね、しないんですよ。本当に必要がなければ、カウンセリングだけでですね、何もしないで大丈夫ですよって言って帰っていただくってことね、まあ、あるわけなんですけど、あんまりその比率が高くなるとですね、さすがに経営的に厳しくなるんで、整形する気はないのに自分の顔の非対称が病的なのか正常レベルなのか知りたいっていうだけでカウンセリングの予約取るのだけはですねやめていただいて、まあそれだったらもう周りの人に意見を聞くとかですね、家族とか友達の意見を聞くとかですね、そういう感じで解決していただけたらいいと思いますんで、ぜひ整形する気のない方はね、僕のカウンセリング予約しないでいただいて、本気で整形したいっていう方だけですね予約してカウンセリングに来ていただけるとありがたいし、まあ、そういう方に関しても本当に必要なことしか進めないし絶対やらないといけないとかですねご了承したりとかもしませんので、それだけはご了承ください。はい、ご視聴ありがとうございました。